一回、うん、姉妹で、はい、実の姉妹なので、うん、その日本でスパイをするために産み落とされた姉妹。あ、でも全部結構思ったのは日本男子の方がおしゃれに気を使ってる気がします。あ、清潔感びっくりした。言われなんです。なんてすっぴんみたいな。すっぴん化粧するかすっぴんなんか私の権利じゃないですか。皆さんこんにちは、竹内です。今日はですね、日本に、まあ、せっかく来たんで、日本にいる YouTuber と一緒になんか番組作れないかなと思って、美女を、お招きしました。ハロー、皆さんこんにちは、大家好、我是想减肥的小熊。我是在中国出生，九岁的时候来日本，以后就一直在日本生活工作。今はまあ日本でね、モデルやりながら YouTube で投稿しています。そっちはね、チャイナ娘クマちゃんっていう名前でやってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあヤンちゃんもいいです。はい。いやいや。で今は。YouTube で日本人向けに中国語とか中国の文化もやってます。まあ、B ちゃんも昔からちょろっとやってるんですけど、最近あんまり更新してなくて、メインは YouTube の方ですね。はい。大家好、普段見た。皆さんこんにちは、ゆしまいです。私たちは実の姉妹で、私は日本と中国をちょっと行ったり来たりしていて、で、しーちゃんはね、子供の頃から、はい、私は日本生まれ、日本育ちです。2歳から6歳の4年間だけ中国に住んでて、その他ずっと日本なので中国語が少々下手です。就我们拍 YouTube 今年11月份4年嘛，我们拍 YouTube 之后他的中文真的进步了很多。现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代。一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。ちょっと真面目な話題にしようと思って。ネットボール。暴力、日中間でこうやって YouTube してる人、まあ、僕は中国でやってる、彼女たちは日本でやってる人、まあ、いろんなこと言われると思います、はい、俺はめっちゃ言われる。私もめっちゃ言われます多分ここにいる全員みんなあるけど言われてます。そうでしょ、言われてるでしょ、はい、例えば俺はもうまあ、両方に言われます。中国のネット民には日本政府の回し者と言われます。日本政府のスパイだと言われます。で僕いろんなとこ行くから、撮影で中国全土行くから、またこいつスパイしてるみたいな。ああ、こいつはダムを偵察してるんだ。なんか私たち一回、姉妹で、はい、実の姉妹なので、その日本でスパイをするために産み落とされた姉妹で、小さい時からそういう教育出てるから、日本語もすごくうまい。スパイ養成機関、褒め言葉として受け取りましたけど、それすごいなんか長い小説みたいに、そんな長いの書いてくれてて、スクロールけど、みんな真剣に疑ってますよ、みたいな。本当に真剣に、もう自動式に最近はYouTube に発展してるんで、NG ワード設定して、そう、ちなみに私の設定してる NG ワードは帰れとか、帰れ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 、かわいそう。設定した瞬間結構下手で、快適、帰れはちょっと盲点だから。なんか私のチャンネルは帰れまだ可愛い方に、可愛い、もっとすごいのかな。私たちもしてないんだ。じゃあ何が、もっとすっごいショックだった。私が使えない。全部使えない。それは多分そんな一部の人たちなんですけど。はいはい。それはもあって。インパクトとしては、はいはい。そこは結構でかいですか。大体おっさんなんじゃない。おじさん。おじさんでしょ。多いと思うな。なんかそうやって言われてもなぜやり続けるんですか。でも。やっぱ姉妹かぶるんだね。多分今から同じこと言います。はい。いいコメントなの。多分似たようなもので。予想してたより少なかったです。悪いコメントが、なんかもっと来るのかなって、小さい時からいたんでイメージが悪いっ
ていうのが肌で感じているので、うん、あ、最初のスタートラインもすげえ低かったんだ、うん、スタートラインの設定がもう来るだろうっていう、来る前提で、うん、自分たちもちょっと学習してきて、うん、突っ込まれないような喋り方をするのを意識するようになってからちょっと減ったかなって、うんうん、でもある程度そらなんていうのかな、こう強いこと言わないとさ面白くなくなっちゃうじゃん。そこら辺のジレンマはないですか？あります。今もう結構つまらないです、うん結構つまらない。そう、いやでも本当そう、気にしすぎるとつまらなくなる。そっちを取るか、確実に自分の心の衛生を取るか。本当ね、それ難しいよね。確かに。たまにセンシティブなやつはたまに入れる。あんまりいっぱいにしないとか。バランスが大事。どう？なんでそれでもやってるの？なんで今であ全然あんま気にしないですね。でも大体もさっき入島さんも言ったように、あ、全然あのいいポジティブなコメントの方が圧倒的に多いから、やっぱそういうコメントを見て嬉しいじゃないですか、うん、普通に。再生回数稼ぐためにちょっと過激に行こうみたいな、そういうのはない？もっと過激なことやったれみたいな。過激というよりはなんかもっとみんなが興味持つ話題なんだろうっていうのは探します。俺も知りたいですね。やっぱ日本人の観客のことを考えてるわけじゃん4人は、うん、俺は基本的に中国の観客のことを考えてるから、日本人の観客って何が見たいんですか？あ、中国に関することで。YouTube をこう2、3年くらいやってきて分かったのは、やっぱり日本の視聴者は多分中国も同じだと思うんですけど、うん、とりあえず外国人が自分の国を褒めることが大好き、あ、そういうのを見るのが大好きですね。例えば、私はなぜ日本が好きとか、あ、なぜ日本に来た、まあ、そういうのが大好き。それ前世から一緒だね。まあ、ね、そうだ、中国一緒だよ。ドインとかで流行ってるのみんなコアチョンボ。そう気持ちいいですからね。そう、だからそういう動画を出すと必ず再生がまあ増えるっていうのが分かってるんですけども、ね、めっちゃ毎回なんかやると気持ち悪いぞめっちゃ気持ち悪い。そう、そんな気がします。もうこれにしよう、もう数字稼ぐだけ。ここが素晴らしい。もうこれだけでいいやもん今日。あ、待って、さっきまで話したのもうこれくらい稼げるでしょ。多分親切な人結構多いと思います。表面上だけでも親切なのはいいかも。表面上だけでもだったとしても、あ、いいとこ、あ、確かに道を聞くとすごい細かく教えてくれる、うんうん、あ、そうそうそう、ここ曲がってあそこ行ってあそこの角をこうでこうで、あ、うん、あ、中国だったらあっち以上わかんねえよみたいな。結構多いのが道わかんなくてもなんか調べてくれる方が多いんですよ、はいはい、ちょっと待ってくださいねって言ってこうやってなんか Google で名前入れて喋るみたいな、ついてきてくれたりとか。そう、あとはなんかちゃんとした仕事をしなくてもなんとなく生活で、そうそれこの前の動画で言ったんだよ。私なんか作ってバイト、あ、そうそう、みんなめっちゃ早くからバイトするから、うんうん、なんか自立してるなってすごい思って、中国だとやっぱり学歴第一だから、うん、もう親がとにかくお金出していい大学行って、それで仕事してからなんかやっとその子の人生スタートみたいな、うん、でも日本だともう高校生のうちからバイトできるし、もう親もなんか早く自立しなさいみたいな。より再生回数を稼ぐため、はい、またでしょ。さらに足しました。男子、まあ、とりあえず男子多い、多分この4人を見るのは男子多いと思うんで、彼らを気持ちよくさせてあげようという感じです。はい、日本男子、俺は日本男子全然ダメだと思うんだけど、俺はそう思った。ディスリばっかり、ディスリばっかり。俺はディスリ役、俺は嫌われ役ね。アンチがいないと面白くないから。あ、でも全部結構思ったのは、日本男子の方がおしゃれに気を使ってる気がします。ああ、清潔感、清潔感がある。清潔感、あ、あ、気持ちいいな。気持ちいい。次見た目大丈夫？俺入ってねえのか。大丈夫、はい、女性たちが女性の話題するではそんなに問題はないかも。じゃあ地雷いっぱいあります、この話題。中国で今一番ホットな話題の一つ、あ、違う、日本にいてその女性の違いっていうか権利の違いどう感じますか？私が結構びっくりしたのが、その結婚式の二次会とかで費用があるじゃないですか、うん、男女で設定が違うんですよ、費用。男性9000円、女性6000円とか、同じサービスを受けるのに、その
費用が違うの、女性の方がちょっと安いみたいな、うん、そこはちょっと差が、うん、それは逆にやっぱ日本社会では女性は男性よりそんなに稼いでないから、まあ、稼げないからでしょ、うんうん、っていうところで、うん、そこは少しあるのかなっていう、明らかにその平均年収のデータを見てもね、うん、女性の方が圧倒的に低いじゃないですか、うん、あれ中国ってどうなの、そういうデータあるかな、中国男女の平均年収データみたいな、日本はあるんだよ、明らかに男性の方が多いんだよ、あんまないよね、男女で分けるとかはあんまない、ね、でも私が日本の企業で働いてた時に営業職だったんですよ、うん、で、あの海外営業を担当してて、うん、あの日本の商社とかに行くと、うん、その日本側から女性が営業できるのは、あ、珍しいねみたいな、まあ、その時は結構言われたりとか、自分が訪問したその中国とか現地の会社で担当者結構な割合で、私がそうだったのかもしれないですけど、半分以上女性の担当者が多くて、はい、そのマネージャーっていうのが是的人是的、うちの会社の社長はまあ奥さんだけど、日本でそれ言うと、あ、女性社長すごいねって言われる、うん、女社長っていう言葉がある、そうそうそう、女社長すごい、ん、うん、中国語ないよそんなこと、女社長みたいな、確かに驚きはない、驚きは全くない、当たり前すぎて、でもやっぱり仕事だと結局その日本女性は専業主婦になった方が多い時代ですね、うん、だから何のために今まで勉強してきたのって思うんですよ、うん、日本の女性はこれまで一生懸命勉強して大学行って、うん、で会社に就職して頑張って技術磨いたのに妊娠しました終わりみたいな、うん、以上、じゃあこの30年間何だったのっていう、で子供を産んで、ね、大きくなったら今度はもうパートしかないっていう現実は未だに変わってないですよ、うん、そうなんです、そうです、未だに変わってない、周り見るの、私の友達で、うん、最近はなんか何かしら働いてる人は多い気がする、お給料が足んねえのかも、産休で休んで、うん、子供産んで2年ぐらい産休で、もそうすると今度はワンオペが始まるわけでしょ、子供を育てながら仕事もしながらって、めちゃくちゃ大変なことしか待ってない、やっぱ年代だね、うん、今俺の友達ほとんど自由度高い、周りにないですね、あ、まあ、あと日本で長く住んで、なんか日本、なんか日本では女子だからやっていけない、女子だからやるべきみたいな暗黙なルールが多すぎる、例えば取り分け、そう、取り分けある、取り分けあるわ、初めて日本に来たあるわ、取り分け時に日本人の友達と一緒にご飯行って、私取り分けしなかったら日本の男に言われました、なんで取り分けしないの、なんか日本の女子だったらみんなに取り分けするよ、なんかそうしないと、ちょっと男の人結構ダメだね、もう完全ダメだね、その話題が逆になんかもうその取り分け女子みたいな言われすぎて、そう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 、逆に今なんかとその、ね、自分の目の前にあるから取り分けようとしても、え、取り分け女子とか思われるの嫌だから取り分けやめとこうかな、みんなそれぞれにしますみたいな、なんかそういうのに、でも昔は、今は知らないけど会社で飲み会とか行くとやっぱ女子が必ずこうビール、会社はそうなんです、ね、なんか会社そうだよね、ビール継ぐよね、こうやって友達同士の飲み会だとなんか女子がやらなきゃいけないみたいに言われると、え、なんでって思う人なんですけど、会社だと急にみんな、うん、なんか我慢します。反抗しないの、上司だから、うちの会社の女子がお酒継ぐなんて 100% ないよ、うん、超怒られる、俺が酒継いでよなんてもし言ったら、うん、超ディスられる、俺、うちらラオバン、俺ラオバンが言ってもめっちゃ怒られる、絶対、うん、なんでやらなきゃいけない、厳しくなってすごい、と昔、例えばすっぴんで仕事、まあ、バイト行ったりとかすっぴんで友達と会ったりすると、びっくりする、びっくりする、言われるんです、なんですっぴんみたいな、礼儀、礼儀なんだよね、日本は多分、なんか別にすっぴん化粧するかすっぴんなんか私の権利じゃないですか、うん、女性として私の権利だから別に、あなたと関係ない、関係ないね、関係ない、なんで言われるの、化粧をするのがなんかマナーとして、そこが変なんですよ、変、男性みんな化粧しないじゃん、してねえじゃん、お前もしろよって話だよね、そうそうそう、うん、あと一個も思いついた、なんか中国人の友達が日本の男の子と付き合って、その彼氏に脇毛を剃ってほしいって言われたんですよ、はい、そしたらその子は、じゃあお前も脇毛を剃ったら私も剃るそしたらその彼氏は、やだって言って別れたの、もう別れた、そうそうそう、こっちに要求するなら、じゃあ
一緒にそれ。それめっちゃ楽しいと思う。そう、あなたはし、そうしない限りは私もしません。ああ。脇毛を剃らない女の人は実際結構多いって。まあでも中国の街を歩いてると美女でも若い美女でも剃ってない人はいます普通に。衝撃を受けます。まあ、まあ、今の若い人だいぶ剃るようになったけど、まだ全然いる。で会社に来る、うちの会社の若い女の子はみんな会社に来るときは化粧しない会社に来ないときにする。あ、そう、そう、分かる分かる。それでいいと思うんだよ、うん、それが社会に馴染んでたらすごい自分もそれ楽にできると思うんですけど、日本ではもうそうやりたくてもできない人結構いるんですよね。日本逆だよね。あの空気も大事にしますよね。まあまあ、そんな感じで、この、トークは、まあ、日本の、 その YouTube でも流すし、中国でも流します。あ、でも僕、俺日本人に嫌われるんだけど、どうすればいいですか。でも、我们的粉丝会减少吗？もうファンが減っちゃうんだよ。ちょっとどっちかしたけど、まあ、今日そんな感じでまたね、なんか一緒にやりたいですね。はい、ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。怕他在外面没有面子，没钱没面子，会给他做手。做手。我操！这个太难了。你这个不会削的话，后面很多东西都是不会弄的。九块钱，是吧？用到樱花的手段，我每天，我刚开始去的时候，我每天都被他骂，每天都被他踹，突然咣一脚从后面就过来了，就他说你的脑袋就跟一个青椒一样，我说为什么要骂我是屁嘛，然后就是等他消完气之后，你知道什么意思吗？就是说青椒里面是空气，对。